県の振り分けです。防衛費増額の財源確保のための増税についてございます。岸田総理は国会で令和6年度は実施する環境にないと述べ、再来年以降に先送りする考えを示しました。防衛費の増額分はどう賄う考えなのか、また将来的に増税を行う方針に変わりはないかお聞きします。防衛力強化にかかる財源確保のための税制措置の開始時期については、骨太の方針2023において令和7年以降の然るべき時期とすることも可能となるような、なるよう5兆円強の確保を目指す税外収入の上積みや、その他の追加収入を含めた取り組みの状況を踏まえ、柔軟に判断するとされていたところであります。こうした方針に沿って、引き続き令和9年度までに必要となる防衛力強化のための財源確保の方策については、さらなる税外収入の確保を含め、予算編成過程において検討していきます。いずれにせよ、防衛力強化にかかる財源確保のための税制措置について、昨年末に決定した閣議決定の枠組み及び骨太の方針2023に基づいて検討するとの方針に変わりはなく、引き続き政府与党で緊密に連携していきたいと考えております。ありがとうございます。フリーランスの横田です。よろしくお願いいたします。少子化対策と医師不足についてお聞きします。13日にお聞きしたことの続きになるんですけれども、その時に長官がお答えになった産婦人科医師が緩やかに増えているというのは事実だったんですけれども、数字の中身を見ると実態は女性医師ばかりが増えていて男性医師は減っていました。女性医師の場合、自身が出産をするとレディースクリニックに転じてしまい、妊娠22週以降の周産期医療に携わっている医師は勤務医でも開業医でも激減しているのが現状です。男性医師にしわ寄せが来ている上、働き方改革を厚労省は訴えているため、懸念されたように助産婦頼りのお産に戻りかけています。また産科医の場合は自費診療で頑張っているんですけれども、保険診療に変わってしまうと不妊治療で起きたような不具合が再度起き、分娩出産に関しても努力した対価が支払われないのではないかと、医師だけではなく医療関係者や周産期に携わる医師の少ない地方自治体も聞きしています。こうした現場の実態に対する見解をお聞かせください。先日は分娩を取り扱う産科と産婦人科の医師数自体は緩やかに増加していること、すなわちご指摘の周産期医療に携わる医師の数は全国で見れば緩やかに増加していることを申し上げたものであります。他方で地域の偏在の問題があるため、ご指摘のとおり地域によっては周産期医療に携わる医師数が減少し、医療の提供体制が課題となっていることは承知しています。このため厚生労働省において都道府県に対して医師確保に向けた対応策等のガイドラインを示すとともに、財政支援を行っており、引き続き都道府県とも連携しながら必要な取り組みを行っていく考えであります。また出産の保険適用にかかるご指摘は、これまで医療機関が自由に設定してきた価格が保険適用により公定価格となると、医療機関の経営に影響が生じるのではないかというご懸念と考えます。出産費用については地域ごと施設ごとに費用の差が生じている現状がある中で、産科医療の提供体制をどのように確保していくのかという観点などに留意しつつ、子ども未来戦略方針に沿って丁寧に検討していきます。詳細は厚生労働省にお尋ねをください。フリーランスの安住と申します。法人の拉致問題についてお伺いいたします。1980年に原田大夫さんの拉致問題が起こりましたけれども、この実行犯として日本の警察が国際手配をしていたキルーク容疑者がですね、数年前に亡くなっていたということを、韓国側から情報がもたらされたという報道がありました。で、日本の警察としては主犯のシン・ガンス容疑者を逮捕しない限り、解明は進まないという捜査方針があったために、このキム容疑者についてはですね、容疑の引き渡しというのが進まなかったというふうに、書いてありましたが、現在、国際手配は10名程度ということなんですけども、そういったことで解明が進まないという、捜査方針
これを変更してですね、なるべく一歩でも進むように、あらゆるその国際手配の対象を、まあ、日本に引き渡すように各国に求めていくとか、そういったような方針の変更というのはありませんでしょうか。ご指摘の報道は承知をしておりますが、警察からはご指摘の人物の消息を含め、関連情報の収集を行っていると報告を受けています。それ国際手配の対応について、個々の事案の対応につきましては当局の方でですね、対応をされるしているということでございます。岸田総理はですね、前例がなく、まあ、総書記と、まあ、面会をして拉致問題についてはですね、全力を挙げて、まあ、解決に、まあ、努力するというふうにおっしゃっていました。少しの可能性でもですね、こういったところをやっぱり模索するのが国としての態度じゃないかなと思いますけども、その態度についてはどうなんでしょうか。大まかな方針というか、何に対する方針ですか。拉致問題についてですね、少しでも可能性があるものだったら積極的にですね、そういったその、まあ、主犯を逮捕しなきゃですね、まあ、解明進まないとかっていうような見通しではなく、一つでもやはり具体的な、まあ、なんて言うんですかね、問題解決の糸がかりを、まあ、探っていくというような感じに、こう方針転換するというような考えはないでしょうか。先ほども申し上げました通り、個々の事案に対する対応に関しましては当局の方でですね、その個別案件に沿って適切に対応をしているところであります。で、岸田総理が直接金正恩委員長と会って、まあ、この拉致問題の解決に向けてということに対してはですね、その環境づくりに向けて、まあ、総理がおっしゃっているところの、まあ、ハイレベルで、総理直轄のハイレベルでの交渉を含め、その環境づくりを進めるということを今行っているところであります。申し訳ございません。次の質問で最後になります。ありがとうございます。フリーランスの横田です。木原、議員の、事件、奥様の事件について、お聞きします。木原元官房副長官の、奥様の元夫である安田種夫さんの真摯について、遺族が警視庁大塚署に提出した告訴状が受理されました。その後の会見で、警察の良心を信じていると、遺族の方々は訴えかけていましたが、警察庁長官かねてから事件性はないというふうに言い、長官にもそう伝えていたと思います。警視庁内部でも今回の事件に関してかなり混乱していると側聞していますが、見解をお聞かせください。お尋ねは個別事案についての警察の対応に関わるものであり、まあ、政府としてお答えすべきものではないと考えます。なお、お尋ねの事案に関する警察の対応について報道は承知をしていますが、報告は受けていません。ありがとうございました。